君の花をみんなのブーケを武道館のステージに飾る。その日まで僕たちは目指し走り続け届け続ける。みんなに歌の魔法を。僕たちにみんなのブーケを。ブルーミングマジック。みんなハッピークリスマス。ソラだよ。今日はブルマジメンバーと事務所の社長マネージャーも一緒にクリスマスパーティーなんだ。うわーすごい、チキンにポテト、ケーキもある。おー、これは豪華ですね。クリスマスステージを大成功させてくれた君たちへの僕からのクリスマスプレゼントだからね。やったー。それじゃあグラスを持って。ラジオ配信にクリスマスステージ、本当にお疲れ様。ありがとうございます。僕も高坂君も君たちを選んでよかったと自信を持てる素敵な時間だったよね。ええ、皆さんお疲れ様でした。まあもともと自信しかないんだけどね。ラジオ配信では普段経験できないことをさせていただけたので、いい勉強になりました。緊張しましたけどすごく楽しかったです。それとクリスマスステージ、みんな本当にありがとう。レオと春のデュエット最高だった。ありがとうございます。ヤマトさん、ソラも歩も心配かけてすまなかったな。そんな、全然っつうか当然っすよ。そうだよ、みんなでグループなんだもん。何でも全員で乗り越えていこう。そうだな、本当に感謝している。これからもどんなステージだろうとお前たちとなら自信を持ってパフォーマンスできると信じている。はい、俺も頑張らねえと。うん、もっといろんなステージに立ちたい。そうだな、チームワークは問題なさそうだね。はい、来年はより一層君たちにはたくさんのことを経験してもらいたい。君たちにとっても僕ら事務所にとっても攻めの年にしたいね。みんなついてきてくれるかな。はい、うん、それじゃあ今日のパーティーを楽しもう。乾杯。乾杯。乾杯。すげえ、ケーキもでっけー。いちごもたくさんですね。春はいちご好きなのか。はい、大好きなんです。おいしいよね。はい。ん、いちご好きなんだろ。あ、いいんですか。ありがとうございます。どういたしまして。うん、ケーキうめえ。もう歩む、クリームついてるよ。そら。歩む顔真っ赤、本当に赤鼻のトナカイになっちゃった。お前何してんだよ。だって僕のケーキなくなっちゃったんだもん。それに歩むについた生クリームなんか美味しそうだなって。なんちゃって。ねえねえ、ケーキもっと食べたい。歩むも食べよう。あ、おい。はい、まだありますよ。え、でもそれ社長とマネージャーの分じゃないんすか。私も社長も甘いものはそれほど。お二人で食べてください。やった。ソラ君はいつも元気ですね。はい、いくらでも食べれそう。ソラ、お前もクリームついてんぞ。ん、どこ。そこ。歩はさっきみたいに取ってくれないの。はあ、何言ってんだよ。ジュンしちゃうかもね。バカ、これで拭いとけよ。もっと優しくしてよ。うるせえ、俺飲み物取ってくる。空ってたまに雰囲気変わるんだよな。あ、レオ。なんだお前か。顔真っ赤だけど。別に何でもねえよ。つうかお前まさかそれ捨てようとしてねえだろうな。なんで。え、だってお前甘いの嫌いだろ。前もお菓子いらないって渡してきたし、デザートとかもさりげなくみんなに譲ったりしてるだろ。案外見てるんだな。さすがに捨てねえよ。
水で流し込むけど。なんだ、よかった。飲む？おい、サンキュー。あ、何？でもお前、前にシュークリーム買ってこなかった？覚えてない。買ってきたよな。俺あの時すげえ悩んでてさ、帰ったらお前がシュークリーム買ってきてくれてて超嬉しかったんだよ。ちょうど食べたいって話した時だったしさ。あ、そう。あれ、でもお前甘いもの嫌いなのになんで？別に。まさか俺のとも、うん、知らねえ。うわ、いきなりちけえ。いきなり入れんな。何笑ってんだよ。まだ真っ赤になってんぞ、トナカイ。違う、これは。レアさん、社長がシャンパン飲まないかって。どうしますか？ええ、今行きます。あいつ。そろそろ僕たちは失礼するよ。シャンパンみんなで飲んでね。はい、ありがとうございます。ただし飴を外しすぎないこと。わかった？はい、はい、じゃあ行こうか。それではお疲れ様です。お疲れ様です。はい、どうぞ。あ、すみません。どういたしまして。なんか社長とマネージャーって雰囲気似てるんだよね。性格全然違うのに、なんでだろう。僕たちがまだ知らない二人だけの秘密があるのかも。今年のクリスマスはすっごく豪華だな。いつも家でやってたクリスマスとは大違い。大勢でワイワイするのなんか新鮮。ソーラー、乾杯しようぜ。はーい、今行く。みんなと過ごすクリスマスすっごく楽しい。ゆず、大丈夫？飲みすぎてない？ええ、この前の懇親会は失礼しました。別に失礼はされてないよ。うん、まだ2時間はあるね。え？残りの時間は僕にくれる？それはどういう？君の生まれた特別な日、最後の時間は僕だけにくれない？あ、これはケーキ？うん、今日誕生日の子がいるからね。本当は甘いもの好きなのに他の子たちに譲っちゃうような優しい子なんだけど。あ、それは。そういうとこ可愛いよね。なあ、それとも僕がケーキを用意してるって思ってた？まさか、わかるわけないでしょ。まったく、私がケーキを食べていたらどうしてたんですか？ケーキはケーキでも別物だからね。これはユズだけの特別なケーキだよ。バースデーケーキですか？どうしてもユズと二人で食べたくてね。あの子たちとの時間を早く切り上げてきちゃった。そういうことだったんですか。迷惑だったかな。あ、分かってるくせに。何のこと？ほんと悪い人ですね。人聞き悪いな。 ありがとうございます。うん、今年は忙しかったので覚えていないかと。ひどいな。確かに打ち合わせの時間とかはたまに忘れちゃうけど。たまにじゃないですけど。でも俺はね、大切な人に関することは絶対に忘れないよ。今年も俺の隣にいてくれてありがとう、ユズ。こちらこそありがとうございます。ここからは君を独り占めさせてくれるかな。あなたって人は。はい、お好きにどうぞ。メリークリスマス、そしてハッピーバースデー、ユズ。皆さん、僕たちのグッズが販売されたのはご存知ですか？ブルーミングマジック初のオリジナルグッズ、ぜひご予約お願いしますね。自分のグッズだなんて少し恥ずかしいですが、身につけて会いに来てもらえる日を楽しみにしています。詳しくは概要欄をご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。
レオでした。